デッドコースターは2003年にアメリカで公開されたホラーサスペンス映画ファイナルデスティネーションの続編 DVD 化の際デッドコースターファイナルデスティネーションにというサブタイトルが付けられた前作からちょうど1年後予知無によってハイウェイの玉突き事故による死を免れた9人の男女に再び死神の間の手が忍び寄る今作での発端は高速道路で 前作から引き継がれた迫る死の恐怖をよりリアルに描くだけでなく、前作の死を免れた人間によって、他にも死を免れた人間が存在したという新たな視点が加わっている。この視点は見方を変えれば、永遠に死の連鎖が続いていくとも考えられる。180便の事故から1年後、友人たちと海に遊びに行くため、車を運転していたキンバリーは、 これから乗る高速道路で大規模な玉突き事故が発生し、自分たちを含めた大勢の人間が死亡する白昼夢を見る。夢から覚めたキンバリーは、現実が白昼夢の通りに進行していることに気づき、自分の車で高速道路の入り口を塞ぎ、後続車を含め事故に巻き込まれるのを防ごうとする。そして白昼夢通りに大事故は起こり、同乗していた友人たちを、 はじめ多くの死亡者が出たが、夢の中で死ぬ運命だったキンバリーは警官に、降ろされたことが幸運となり、生き延び、そして死ぬ運命にあった他の8人も事故に巻き込まれる、ことなく生き残った。警察署で事情を聞かれる中、キンバリーは1年前に起きた180便の爆発事故の時と同じ状況だと怯えるが、誰も相手にしない。しかし、死神の間の手は生き残った者たちにも忍び寄る。 ありがとうございます。